おい、不正乗車やばいって。大丈夫、バレねえって。そんなことで JR 中央線にグリーン車ができるなんて夢のようだな。そりゃそうだけど。よし、ここ東京駅から大月駅までグリーン車で行こうじゃねえか。ちょっとちゃんと特急券買おうよ。よいしょ、くー、快適。こんな堂々と座ってたらバレるって。よ、信じろ。え、お前金ないんだよな。だから俺が大月までグリーン車という夢を見せてやるよ。だから俺の言うこと聞け。わかったよ。ご乗車ありがとうございます。うわ、車掌さんが来た。そんなに余裕なんだ。特急券を持ってない俺たちが車掌さんに声をかけられたら一発でアウトだぞ。こんにちは。ダメだ、もう耐えきらない。ごめんなさい。え、僕たち特急券を買わずに座席に座っていました。もう二度とこんなことしません。許してください。お客様、このグリーン車料金は無料ですよ。え、ただ、お前知らなかったの？俺が不正乗車するわけないじゃん。おい、俺を騙すなよ。悪い悪い。JR 中央線のグリーン車は、来年春までお試し期間として、追加料金なしでご利用いただけるんです。そうだったんですね。え、ってことは駅員さん？はい。東京から大月までの普通運賃無料ってことですよね。もう JR さんは太っ腹なんだから。それはもらうよ。